ただいまよりウェブセミナーポストコロナ社会と森林を開催いたします。少々開始が遅れまして申し訳ございませんでした。私は本日のセミナーの司会進行を務める国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所研究ディレクターの正木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は本セミナーに多数の皆様にご登録いただき心より御礼を申し上げます。2時間という短い時間ではございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。また本日は本セミナーを開催するにあたり、林野庁様、日本森林学会様、それから日本生態学会様からご講演をいただいております。この場を借りて、お礼を申し上げます。それではまずはじめに当機構理事長の浅野徹より開会のご挨拶を申し上げます。こんにちは。浅野徹と言いましたけど、中静香という名前でも活動させていただいてます。本日はご参加いただきましてどうもありがとうございます。約200人ぐらいの登録があるというふうに聞いています。皆さん言うまでもなく、今日もまたたくさんの新規の感染者が出ているんだろうと思うんですけれど、新型コロナウイルスが猛威を振るっています。でこうしたパンデミックっていうのは、つまりそのこの感染症の 70% は人獣共通感染症だと言われています。で新型コロナもその一つなわけですが、こうしたその人獣共通感染症と森林というのは意外に深く関係があるというふうに思っています。それは2つの意味で関係していまして、1つはその感染症の発生についてですね。で森林減少ですとか土地利用の変化というのが、動物と人間との接触の機会を増やして、それによって病気が発生する、あるいは森林が集約的な農業、あるいは集約的な家畜の栽培というようなものに結びついて、その結果として病気の発生ですとか進化のスピードを早めているというようなことが言われています。からもう一つの、もう一面としては、感染の拡大の問題ですね。これは人間の密度、大都市のような密度の高いところっていうのが、感染の巣になってクラスターになっているということと、もう一つは人間の移動距離が速くなって大きくなっているということの2つがあるわけですけれども、その2つの要素によって感染が広がっていると。でこのその感染が広がっているっていうことを考えたときに、ポスト社会では、ポストコロナ社会では、その森林とか地域という、そういう分散した自然資本に根ざす社会っていうのが目指されているというふうに言われてますけれど、そういうものに対してその森林っていうのが、どういうふうな形で関わっていけるのか、そういう産業を支えて、地域の人たちの生活を支えていくっていう側面と、もう一つはですね、森林生態系っていうのが同時に人間の生活に必須なもの、生態系サービスと言ってもいいわけですし、公益的機能と言ってもいいわけですけれど、その防災ですとか防災減災ですとか水などのライフラインというのにすごく関わっているわけですが、そういうものを維持する存在としても森林があると。でつまり新しい社会で森林がどういうふうな役割を果たすかっていうのは非常に重要な役割を持っているというふうに私たちは思っています。でそういう役割というのは、最近言われている SDGs の方向性とも非常に合致するものがあるだろうというふうに考えています。今日はそういう意味で、そういうポストコロナ社会という方向を考える、その中で森林がどういう役割を持っているかというものについて語っていただける方を中心に来ていただきましたので、皆さんも聞いていただければというふうに思っています。森林総研は今次期の中長期の計画を練っているところでありまして、でこの計画の中にもこうした方向性は大きな柱になるのではないかなというふうに思っています。では皆さんご期待ください。どうもありがとうございました。はい、理事長どうもありがとうございました。それでは、ご講演に先立ちまして、本日の流れを簡単にご説明いたします。この後13時10分から、5名のパネラーの方に順番にご講演